ごきげんよう。ごきげんトークの宮崎文隆です。今日は2020年3月の24日木曜日です。今日は3月の21日、春分の日に、セラワイナリーに行った動画をこの後お送りしようと思います。3月21日は上下のひな祭りに今行くことにしておりました。その前に昼食を佐々木豆腐店で豆腐三昧の食事をいただいていく計画で行きました。なんとあそこは人がまあ多いもんですからね、11時半からオープンするんですが、もう30分前以上に行っとかないと並んですぐ食べれないという状態なので、少し家を10時過ぎに出ました。そして行ったらなんと21日佐々木豆腐店はお休みでした。あまり見ていかなかったもんですから休みだったので、そこで急遽また予定をですね、変えまして、じゃあセラの方の花巡りをしようと。そして昼はセラワイナリーのレストランで、まあ食べたことないので、じゃあ少し行って食べようかということになりまして、急遽セラの方にハンドルを切り替えまして、セラの花を巡りでこうあちこちのセラのいろんな花の名所がいろいろあるんですが、まあそこを行くんですが、まあ今の時期ちょうど花がまだ咲いてないもんですから、まだ閉館なっとって思ったらですね、ということで、ちょうど季節がもう3月の終わりから4月に入ると花が一斉に、今10時になっておりますね、朝の、咲くんでね、どの辺がどう位置にあるのかなと、奥さんもあまりわからないので、じゃあそちらをこう行きながら最後はセレナワイナリーってレストランで、食べようということが決まりまして、そこに今から行ったので、そのセラのレストランのところをちょっとこの後お送りしたいと思います。はい、セラ高原観光案内マップ、これをうまく左回転します。どれぐらい広さがあるか、キャパがあるかということを見ていきたいと思います。上の方は何か子供が喜ぶものなんかあるのかな、ちょっとアップできます。はい、こんなもんです。これはちょっと引いていきます。全体を撮ります。全体を撮っていきます。かなり奥行きもありますね。これ子供かなり喜ぶと思います。ずっとあります。もっぺんマップ変えました。はい、はい、こんな感じでセラ高原観光案内マップを最後に撮って、はい、これでお別れです。はい、セラワイナリーへ来ました。こんな感じですね。玄関へ行っております。周りはこんな感じで回っていますね。ぐるーっと回ってきまして、玄関へ行きまして、ワイナリーの案内板を見てみます。はい、これがワイナリー。お母さんここに書いてある現在地、右がレストランね、ここはワイナリー。これ正面です。入っていきます。熱を測るようになってます。はい、ワイナリーの中入って今日カズくん出してるんじゃないかな。それはここなんだ。ここなんで出してる。あー、入って、はい、こんな感じです。ワイナリーの中入ってます。前来た時だけでちょっとよく覚えとらんな。あ、じゃあ見当たらん。
セラワイナリーって書いてあります。おー、何？あ、なんかな、今日びっくりする。レストランです。はい、レストランに入っていきます。いかがでしたでしょうか。セラのワイナリー、いろんなものがまだまだあるのでね、また後日そのミニ SL、 ミニ SL があるんですが、これは孫のためにちょっと撮ってきたので、また後日それは見てもらおうと思いますが、今日はレストランのセラレストランの、料理などを見てもらいました。もう少ししたらセラ4月になるともういっぺんに花すっごい花のあちこちに花の名所がだーっとあるんでね、セラはもう4月は見逃さず行きたいなと思っております。でまたごきげんよう。